どうせすることもないから。別に困るってことはないわよ。むしろ気が楽なぐらい。取材を受けてる時はゆっくり自分の時間を過ごすこともできなかったんだから。あー、ずーっとダラダラしてただただ無駄な時間を浪費したい。気づいたら翌日だったっていうぐらい眠りたい。いいでしょう、別に。一人の時はこれぐらい気を緩めても。そこはほら、信頼の証ってやつ。何突然。趣味は特にないわね。それは…違うわよ。どうしてそんなエッチな想像しかできないわけ。若い男の子が想像することなんてエロ以外にあるの。どうせオナニーとかやらしい想像してたんでしょ。でもおあいにくさま、言っとくけど私はオナニーなんてしたことないから。そうよ、まったく。ん？女の子に何言わせてるの、バカじゃないの。じゃあ何を考えてたわけ。違うのなら言えるでしょ。やっぱり何かやらしい想像をしてたんだ、こいつ。バストアップの運動なんてこんなところでしない。もっと適切な時と場所を選んで。いや、そうじゃなくて。ああ、もう、これゲームもするけど、ここではもっぱら動画を見てるの。猫。そうよ、野良だったりペットで飼われてたりするあの猫。猫をかぶってる三笠さんにはお似合いだとか思ってんじゃないわよ。ならいいけど。そうよ、画面越しでも猫を見てると心が満たされるから、一人でよく見てるのよ。隠してるわけじゃないけど、個人的な情報を公表するのもなんか嫌なの。それに何より、猫の動画を見るときはね、誰にも邪魔されず自由で救われてなきゃダメなのよ。いいんじゃない、見てるだけであっという間に時間が経つから。どうやってって、普通に U パイプとかで検索すれば。そうなの、そんな人初めて見たかも。何それ、まるでおじいちゃんみたい。ううん、お年寄りでも触れる人は有原くんより触れるわよ。まさか今時そんな質問する人がクラスメートにいるとは。待って、ごめんなさい、謝るから。それぐらい教えてあげる。まあ教えるほど大したことはないんだけど。ほら、こっちに来て。